お家の方へと戻っていってしまいます。トレーニングが中断してしまいますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。ではトレーニングをしているアシカの紹介です。種類はオタリアという種類です。で愛称がついておりまして、愛称名前はクーと言います。クー、メスのアシカです。女の子です。マジン水族館のパフォーマンスで活躍しているアシカが3頭おりますが、その中でも一番ベテランのアシカです。実はクーが出てくる前にもう1頭アシカが練習を行っていたんですが、見ていただいた方いらっしゃいますでしょうか。アシカたちの顔ってとっても似ています。見分けるのが難しいかと思います。特にクーと先ほどトレーニングを行っていたモエはとっても顔が似ています。私も初め全然見分けることができませんでした。ですが見分けるポイントが2つぐらいありますね。まずはですね、本当は横に並んで見比べられると一番簡単なんですけれども、口の周りにはたくさんのヒゲが生えています。このヒゲはアシカみんな生えています。ですがクーはですね、どちらかというとまっすぐなんですね。皮質がまっすぐです。ですが似ているモエはヒゲが少し内側にカーブしています。そんな特徴がありまして、でクーの最大のチャームポイント、今はねちょっと出てないかもしれませんが、少し気が抜けますと口の隙間からピンク色の可愛らしい舌がペロッと出ているのが特徴なんですね。今は真剣ですので出てないかもしれませんが、そんなそれぞれのチャームポイントありますので、ぜひ皆さんそれを覚えて帰ってあげてください。で最初に水族館でパフォーマンスで活躍しているベテランのアシカです。クーもですね、アシカパフォーマンスタイムで大活躍しておりますが、パフォーマンスに出ていない時間、このトレーニングの時間に日々の練習を行っています。いろいろな技を皆さんに披露しておりますが、いきなり出ているわけではないんです。このアシカたちのトレーニングの時間は餌の時間でもあります。サンシャイン水族館では基本的に4種類の魚をあげています。でサンマ、サバ、イワシ、シシャのこの4種類です。皆さん一度は見たりまた食べたりしたことのある種類だったんではないでしょうか。餌の量はそれぞれのアシカ、また季節によっても異なりますが、この時期ですと大体4キロから5キロの餌をアシカたちは食べてしまいます。そしてこの餌も適当に決めているわけではありません。サンシャイン水族館のアシカたち週に一度体重を測っています。この体重もトレーニングすることによって簡単に測ることができているんですが、その体重の値をもとに呼び立てている餌の量も私たち飼育員がしっかりコントロールしているんです。で先ほど上で泳いでいるカリフォルニアシカのメスは体重が70キロとお話ししましたが、クーの現在の体重は約80キロあります。繰り返しご案内です。ただいまステージ上ではアシカのトレーニング中です。皆様今お手振りご協力いただいておりますが、引き続きステージ上にアシカがいる間はステージには近づかずに、トイレのシートの中には入らずにご案内いただきますようご協力ください。近くにアシカがおりますが、アシカに触ることはできませんので、手を伸ばしたり顔を近づけたりはなさいませんようご協力ください。また本日予定しておりますアシカマジカルパフォーマンスタイムは次回は14時からのスタートです。でこちらのステージ上で行います。14時からはアシカのマジカルパフォーマンスタイムが行われます。こちらの方もぜひご覧ください。何が
技のトレーニングを行っていますが、餌も必要なんですけれども、もう一つ、必要としている道具があります。今ステージ上のトレーナーも使用しておりますが、口に加えている上ホイッスルです。かなり小さな音ですので、耳を澄ませていただきますと、ピッという小さな音が聞こえるかと思います。でこれどんな時に吹いているのかといいますと、鹿がですね、上手にできた時にこの笛を吹くんです。簡単に言いますと、よくできました、 OK ですよ、これで合ってますよという合図なんですね。さあ今も上手に逆立ちが決まりましたので、ピッという音が鳴ります。それだけではなく、その後にはご褒美として餌をあげるんです。鹿たちは私たちの言葉が分かりません。してほしいことを伝える手段の一つとしてこのホイッスルを使っております。ピーとなりますと、その後の餌、まあ、餌イコール、失礼いたしました、笛イコール餌という条件付けを行っているんです。はい、今もピーという音が聞こえたのではないでしょうか。そしてご褒美の餌をあげて上手にできたよということを伝えております。またアシカたち、先ほど体重のお話ししましたが、コマスで披露している種目の他にも、アシカたちの健康管理、健康をチェックするためのトレーニングというものも行っているんです。では普通のトレーニングもそろ終了のようです。このまま扉の方へと戻っていきます。では以上をもちまして、この時間のアシカのトレーニングは終了です。皆様、ステージから離れてご観覧ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。